青戸武平治は、江戸時代中期の武士。越後国村上藩士。藩の豪村役として、漁業を含む民生を担当し、鮭の回帰性を利用した増殖方法である種川の性を創設したことで知られる。聖徳三年、村上藩士、金沢義左衛門の次男として、越後国岸専軍村上町に生まれる。忌名は綱吉。 幼少時に、青戸屋兵衛の養子となったため、青戸製となった。三両二人ぶちの昇進だったが、明和三年、五十四歳の時に、当時五万余り石の村上藩としては、異例と思える七十国の国鳥侍に昇格した。天明八年、死去。去年七十六。酒は、当時の村上藩にとって、藩政を支える重要な資源であったが、乱獲により、 枯渇寸前で、1720年頃には、漁獲量がゼロに近づいていた。竹平次は、鮭が生まれた川に帰って産卵する、母船回帰の習性を知り、遡上する三面川を三つに分流させ、うち一つで鮭を保護して増やすことを着想した。川の産卵に適した場所にツタや芝で柵を作り、ここで鮭の遡上を阻止して産卵させる、種川のせいである。 種川は、法暦13年から竹平治没後の完成6年までの、およそ30年にわたって拡張され、生の導入前には多くても200両から300両だった。漁獲港が、導入後は1000両を超えるまでに至った。このため青戸は、世界で最初に、鮭の自然不可増殖に成功した人物、と評されることがある。種川の生は後に、文化3年には、 では国省内藩が月光川水系の滝淵川と牛都川で行い、明治になってからは北海道の石狩川などでも取り入れられた。現代の用語では自然不可増殖であり、酒を捕獲して人工受精させる人工不可増殖が明治に普及するまでの約100年間、日本の酒増殖の主流であった。ありがとうございます。